ここにいたのか。やっと見つけたぞ。今日のディシアもやっぱり怪我をしてないな。怪我？何の怪我だ。私を見くびらないでほしいな。お前のその新しい体験、本当はまだ使うのに慣れてないんだろ。ああ、実は私もおかしいと思っていたんだ。今日いきなり手に馴染むようになって。って待て、どうして私が体験を変えたことを知っている。言っていないはずだが。あ、旅人、やっぱりお前が説明してくれ。おいらもう説明するのに疲れちゃったぞ。そうだな、そうしよう。あ、私がいない間に何があったんだ。変な奴に布教でもされたのか。そこは気にしないで、オイラたちの言ってることを信じてくれ。そうか、まあ、あんたたちの言いたいことは分かった。つまり私の体に刻まれている記憶はもうこの剣の扱いに慣れていて、私の脳はそのことを覚えていない。そういうことだな。そう、毎日それを忘れちゃうんだ。なら反論させてもらおう。そんなことは絶対にありえない。なんでだよ。仮に過信探査が何日も続いていて、私たちが覚えていないだけだとしよう。だったら物資の消耗、使ったお金、食べたものなどはどう説明する。理屈で言えば財布も空っぽになるはずだ。気づかないはずがないだろう。確かに、アーカー社で全ての人の行動を記録して、それからここにある資源を使って一日の始まりに戻せば。ありえないようなことだけど可能性はあるぞ。いや、ありえない。私には証拠がある。証拠？どこにあるんだ。あんたたちは本当にこうもわけのわからない議論に本気なんだな。いいだろう、少し付き合ってやる。私についてこい。それからドニアザー道場様も一緒に。今はまだ周囲の安全を確保できていない。まさか今回はディシアがオイラたちに証拠を見せる番になるなんてな。前はオイラたちがディシアに見せたのに。これだ。なんだこれ。お前が剣の練習に使ってる木製のダミーか。これがどうしたんだよ。これについている傷はわかるか。ここ数日の私の成果だ。賢者たちがこれを毎日取り替えない限り、とっくにボロボロになっているはずだろ。そうだぞ、だから毎日変えてるんだろ。だったら賢者は毎回新しいダミーの上に私が過去につけた剣の傷を複製しなければならない。私も一人の武人だ。私が学んだ流派では非常に細かいコントロールが要求される。剣の振り方、力、角度、切り込み点、その全てを入念にコントロールしているんだ。つまりそこにある全ての剣の傷、そしてその剣を振った時の心境さえも私は記憶している。武人の剣は唯一無二。こういった言葉があるように、完全に同じ剣筋を振ることは誰にもできない。私がつけた傷を完全にコピーするなんて絶対に不可能なのさ。そうか？何か精密な機械で少しずつ彫刻してる可能性だってあるだろう。写真機で撮った画像は画家の描いた風景画にとって変わることは永遠にないと言われている。なぜなら前者には魂がこもっていないからだ。
それは私も同じで、彫刻で作られた跡と武芸の修練によるものは一目で見分ける自信がある。ふん、これでもう疑問に思うところはないだろう。うん、これは近頃学者たちの間で流行っているというトンチゲームか何かか。なかなか面白いな。それじゃあこれで私は失礼するよ。もう時間も遅い。ドニアザードお嬢様をニーローのところまで送ってくる。また今度な。また壁にぶつかったな。記憶消去の理論は結局間違ってたってことか。でも少なくとも真実の一端はつかめたんじゃないか。おう、それは間違いなさそうだな。じゃあ何か新しい考えは思いついたか。おかしい？オイラからしたら最近起きたことは全部おかしいけど。ん？シティから出ない？あ、本当だ！こんな簡単に思いつくこと、なんで今まで試してこなかったんだ。外の時間がここと同じ日になってるかどうか確かめれば、いろんなことがわかるはずだよな。でも本当に不思議だ。今まで一つの考えに固執しすぎてたのかな。それとも疲れのせいで思いつかなかったのか。とりあえず戻ってナヒーダに聞いてみようぜ。シティから出ることについて、もしかしてオイラたちの忘れていることがあるかもしれない。今日は早かったのね。もしかして何か新しい収穫があったのかしら。ああ、そんなところだ。オイラたち、時間が循環してないことも、ここが現実じゃないってことも分かったんだ。ただそれと同時に新しい疑問も浮かび上がったけど。外、私の記憶ではあなたたちはシティの外へ行くことに関する計画を2回口にしていたわ。オイラたち、そんなことを言ってたのか。全然覚えてないぞ。それでその後はどうなったんだ。確かあなたたちは外へ行った結果を一度も話さなかった。いえ、正しくはその計画の夜、二回ともあなたたちは戻ってこなかったわ。でも他にもあなたたちが夜に戻ってこないことが結構あったから、当時の私も変に思わなかったけど。確かにいろいろ調べてると、たまに時間を忘れてそのまま二日目に入ることもあったな。でもお前の言う外に行った日の記憶はオイラたちにはないぞ。そう、それはちょっとおかしいわね。理論上あなたたちの記憶は全て呼び覚ましたはずよ。おう、絶対何かおかしいぜ。明日になったら徹底的に調べてやる。あ、記憶が戻った。その、どこから説明したらいいんだ。旅人、あなたがさっき取り戻した記憶以外に他にも情報が届いているの。聞けばわかるわ。聞き返せない。あそこには数多の空間があり、スメールシティの過信探術はその中の一つに過ぎない。旅人、お前には空白になってる記憶が2日間あるはずだ。何が起こったのかオイラが教えてやる。そろそろ
昨日の計画を実行しようぜ。おう、出発だ。して外に行くことが禁止されてるんだ。教練員は何をやってる。何を聞こうとも無駄だ。これは大賢者直々の指示。詳しいことは明日聞いてくれ。頼むよ、本当に急いでるんだ。オルモス港から品物が届いてる。早く行かないと盗まれちまうかもしれない。それはお前の都合だろう。そのような要望がある際には次から事前に届け出をしておくんだな。そんな事前とか予知なんて商売でできるわけないのに、はあ、どうやらスメールシティは今日教練員から封鎖令を出されてるみたいだな。まあ別に意外ってわけでもないけど、オイラたちも話を聞いてみようぜ。衛兵さん、なんで今日は外に行けないんだ。一人去ってまた一人か。俺も知らないんだ。聞かれても困る。我々に下された命令は本日スメールシティの出入りを禁止すること。他には何も聞かされてない。怒らせて情報を聞こうとしても無駄だ。もし俺が内部情報を知ることのできる立場だったら、こんなところで守衛なんてやってるわけないだろう。ったく、どうやら本当に知らないみたい。目的が聞き出せないならもっと直接的な方法で行こうぜ。衛兵だって無限にいるわけじゃないんだし、どっかの壁からよじ登って外に出よう。ここでいいと思うぞ。衛兵もオイラたちに気づいてないし、早く。なんでだよ、オイラを置き去りにするのか。でも万が一予想と違ってて外で何かあったら、おいらお前を助けられないじゃんか。あまり役に立たないのは分かってるけど、今までずっと一緒だっただろう。分かった、待ってる。早く戻ってくるんだぞ。外に行って一目見たらすぐに戻ってこいよ。気をつけろよ。記憶が。旅人。落ち着いて。彼女はここにいるじゃない。しかも何が起こったのかわからないみたいよ。そんなの知るもんか。昨日本当はずっとお前を探しに行きたかったんだぞ。でも外に行っちゃダメだって言うから。夜ま、わかったよ。とりあえず許してやる。でも本当に消えなくてよかった。お前が急に他の世界に行っちゃったんじゃないか。もう本当に怖かったんだぞ。さてタイモン、あなたの視点から昨日何が起きたのか話してちょうだい。なるほど、二人の違った視点を利用するね。それから旅人はシティの外に行ったんだ。
オイラもずっと目でこいつを追ってたんだけど、ある瞬間を境に姿が消えて、いや、オイラはずっとお前をしっかり見てたんだぞ。それで旅人の視点は、記憶が全てなくなっているのは確かなの？これで以前のことも説明できるわね。あなたたちは外に行ったけれど、二回ともその日の記憶が完全になくなっていて、呼び覚ますことができなかった。外に行くと、オイラたちの記憶が完全に消されるのか？どうやら、外には秘密があって、それが意図的に隠されてるみたいだな。でもそうなると、オイラたちも外に何があるか永遠にわからないぞ。例えば、メッセージとかか？でも、どうやってそれを送るんだよ。そんなに私を見ないで。私は、見られることに慣れていないの。わかったわよ。メッセージを伝達するツールが必要なんでしょ？少し時間をちょうだい。その間、あなたたちはドニアザードの面倒を見ていて。よし、そう来なくっちゃな。終わったわ。持っていきなさい。ん？これってアーカーシャ端末じゃないか。少し手を加えたの。アーカーシャ端末にはもともとメッセージ伝達の機能があるわ。私はただそれを任意のポイントに向けられるようにしただけ。そんなこともできるなんて、ナヒーダはアーカーシャに詳しいんだな。とにかく、これでメッセージを保存できるってことか？ええ。メッセージの保存は私が手伝う。操作も簡単だと思うわ。でも私でも、シティの外の環境では、使用者の状態と電波の問題について保証できない。試してみないとわからなそうだな。でも少なくとも、流れは今オイラたちの方にあると思うぞ。行こうぜ、賢者たちの尻尾を掴んでやる。おう、わかった。もう昨日一回経験したから、今日はそこまで心配じゃないぜ。お前と離れるのはやっぱり落ち着かないけどな。おう、また明日な、旅人。これが今までに起きた全ての出来事だ。ええ、電波が少し途切れ途切れでその干渉を受けてしまったけど、それでも外に行っていたあなたからいくつかメッセージを受け取ったわ。よし、事情も一通り分かったことだし、早くメッセージを聞いてみようぜ。引き返せない。あそこには数多の空間があり、私たちがいるのはただ、また一つの空間に入った。流れる砂岩、傍聴する魚、存在するはずのない風景。これらの空間はいずれも、内部に人がいないか、無言の人形がいるだけ。人間の存在は感じない。